道柳は、タデカの一年草。別名には柳。北半球の温帯から亜熱帯に広く分布する。種子道端や荒地に多い雑草で、葉が細長く、柳に似るためこの名がある。細い縦筋が目立つ茎は、途中で分岐したかさ重から40センチメートルほどになる。誤生する葉は長楕円型か、線状皮心型で、傭兵は短い。 卓洋は茎を抱き洋兵とつながる。花は夏に先葉液に1から5個つく。花碑は緑色で長さ3ミリメートルほどになり、縁が白色か黄色になる。深く五列するが大きく開かない。花には1個の雌しべと6から8個のおしべがある。果実は三両形。花期は5から10月である。小薬名は変築。 漢方では離尿などの効能があるとして用いられる。また西洋などでも修練効果を利用した民間薬として使われる。ベトナムでは野菜として食用にされる。米倉ク二、梶田忠ジ BG プランツアミオが悪名インデックス、アーカイブド2011年8月28日、Machine, アットザウェイバックマシン、AB やに咲く花原色野草観察検索図鑑。ありがとうございます。